こんばんは、ハライチの岩井ゆきです。こんばんは、ハライチの澤部佑です。ハライチのターンということで、お願いします。さあ、それでは早速参りましょう。今週の猫ちゃんニュース全然整ってなかった。全然整ってない。あんなやってたのに。ああ、私のセリフさ、あんな慎重に整えてたのにな。さあ、この番組では毎週オープニングに、新語・流行語大賞に猫ちゃんニュースがノミネートしていなくてがっかりしてる人たちへ猫ちゃんに関するニュースをお届けしています。まあ入るわけないですよね、ここでやってるだけなんで。おかしいですよね。毎週やってるんですから。ね、ここでね。うん、毎週言ってるんですけれども、私、猫ちゃんニュースって。この、どうなってんの？ゆうきゃん。ゆうきゃんって言っても、ね、木曜の深夜、ちょっと言っただけじゃならないですよ。この番組といえば猫ちゃんニュースだよね。どうなってんのゆうきゃん。ゆうきゃん。ゆうきゃん。聞いてるゆうきゃん。ゆうきゃん。あんまりそこだけで言わないですよ、ね、その。ちょっと。企業名だけで。ゆうきゃん。ゆうきゃん。あれどうしたなんかあった。ゆうきゃんに、なんかあったじゃん、なんか今。さあ、今週の猫ちゃんニュースはこちら。猫ちゃんの意外な事実が発覚。うん。アメリカのチームが猫は300近い表情を使ってコミュニケーションを取っているという研究結果を明らかにしました。ロサンゼルスの猫カフェにいる50匹の猫を1年にわたり観察し、猫の表情のパターンを記録していくと全部で276種類あったそうです。その表情の 37% は攻撃的なもの、45% は友好的なもの、18% はどちらとも解釈できる。こんなんばっかじゃねえか。ものだそうです。おい、はい。このやめてくれ、この、アメリカのチームがっていう、その、チームスタートは、大体、外れですから。で、研究したんですって。足りないって。猫カフェの猫50匹を1年見たんですって。少ないです、ちょっと。ダメです。来ましたよ、これね。うん。で、記録していくと。はい。276種類の表情があったということですね。まあ、そんぐらいかな、うん、量は。まあね、276種類ぐらいは、ありますよね。まあ、表情ですからね。うん。うん、そう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 。その表情で、なんか研究者同士でも、うん、この表情、さっきの表情と同じじゃないか？いや、違うだろう。みたいな感じで、揉めたりしてたそうですね。揉めたりしてた、本当ですか、それは。そうそうですね。いいよ、でももう、はい、なんか多い方が、ぽいだろうってなっちゃうでしょ、その。多くいいよ。さっきのとなんかちょっと、口元の感じ微妙に違ったから。はい、もういいよ、入れとけば。っていうね。もうちょっとね、この研究、進めてみてください。いや、もう何も、今、やめて大丈夫です。この研究は。今までお疲れ様でした。さあ、それでは早速参りましょう。ハライチ372回目のターン。